エジソンによる1899年頃の老管蓄音機。老管とは音を録音して再生するための商業的媒体として最初期のもの。1896年から1915年に最も広く普及しており、その頃は一般にレコードとだけ呼ばれていた。中空になった円筒形の物体であり、外面に録音内容を音溝として刻み込み、 老館型蓄音機に取り付けて再生する。1910年代には老館と競合していた円盤上レコードが市場で勝利を収め、商業的な音楽媒体の主流となった。1877年7月18日、トーマス・エジソンと彼のチームは蓄音機を発明した。エジソンが明瞭な音の録音と再生に初めて成功したのは12月初頭のことで、 手回し式の金属シリンダー表面に溝を掘り、その上に巻き付けた薄い鈴箔に音を記録していた。鈴箔はコスト面でも音質面でも実用的な記録媒体ではなく、蘇生の手回し蓄音機は物珍しい玩具として売られたのみで利益はないも同然だった。その後エジソンは実用的な白熱電球の開発に移り、 録音技術の次なる改良は他の人物により行われた。ボルタ研究所での7年間の研究と実験を経て、チャールズ・サムナー・テンター、アレクサンダー・グラハム・ベル、チチェスター・ベルは紙筒にワックスを塗って記録媒体とし、へこみをつけるのではなく彫り込むことで録音を行った。テンターラのグラフォフォンシステムは1887年に、米国議会の議事記録係によって試験的に、 採用され、後にディクタフォンコーポレーションにより、商業用に生産された。このシステムがエジソンの代理人の前で実演されると、エジソンはすぐに蓄音機に関する研究を再開した。彼が最終的にたどり着いた記録媒体は全体をワックスで作った分厚い筒で表面を削ることで何度も再利用することができた。グラフォフォンとエジソンのパーフェクトッフォノグラフは、 共に1888年に商品化された。最終的に特許を共有する契約が結ばれ、紙筒にワックスをコーティングする方式は廃止されて、エジソンによる一体成形の老下方式が共通の標準フォーマットとなった。1885年からは録音済みの老下が売られ始めた。プロによる歌や気楽曲、ユーモラスなモノローグを録音したものだった。 当初の顧客はアーケードや居酒屋に設置されていたニッケルインザスロットマシンの所有者だけであったが、年を追うごとに蓄音機の個人所有者が多くの老漢を買って家庭で楽しむようになった。再生装置の辛抱に老漢をつけ外しするのは容易だった。初期の管は録音時間が2分間で約 120rpm の速さで再生された。それらは 比較的柔らかい種類のワックスで作られており、何十回か再生すると摩耗してしまった。購入者は専用の仕組みを用いて、老管の表面を削り、滑らかにしてから、再び録音した。1880年代末から90年代にかけて、販売された老管型蓄音機には、録音機構が付属するのが普通だった。再生だけでなく、録音が可能なことは、 1890年代の終わりに量販市場に出た安価なディスクレコード型蓄音機との競争において利点となった。ディスク型蓄音機は録音済みの音を再生するためにしか使えなかった。蓄音機産業のごく初期にはシリンダー型レコードの録音方式で互換性のないものが多数生み出されて競合していた。1880年代後半になってエジソンレコーズ、 コロンビアフォノグラフや他の企業により、標準方式が決められた。標準の老管は、長さ4インチ、直径2プラス14インチ、再生時間2分間であった。年月が経つうちに、老管のワックスは硬いものに変更され、音質を落とさずに100回以上再生できるようになった。1902年、エジソンデコーズは、 硬さを向上させた漏管のラインを立ち上げ、エジソンゴールドモールデッドレコーズの名で販売した。この時エジソンがマスターとなる管から取った型を用いて数百本の管を生産するプロセスを発明したことは大きな進歩だった。このプロセスは加工中に金電極から金の蒸気が発生したことからゴールドモールデッドと呼ばれた。黎明期の漏管は1本ごとに 生音源から録音しなければならず、記録媒体とされた茶色の柔らかいワックスはわずか20回、再生しただけで摩耗してしまった。時代が進むと、再生用と録音用の蓄音機をゴムチューブで連結したり、パントグラフを利用することで老管の複製ができるようになった。複製管の音質は最高とはいかなかったが、商品としては十分であった。老管は、 厚紙の筒に入れて売られた。筒の両端には厚紙のキャップが被せられ、上側は取り外し可能な蓋になっていた。帽子を収納する筒と同じように、老管の筒は単にボックスと呼ばれた。キャリアの長いコレクターは今でもこの名を使っている。最初期の柔らかい老管は筒の中でさらに厚い綿で包まれていた。 後の時代の片押しされた硬い浪漢は、綿の裏地がついた箱で販売された。セルロイド漢は、裏地のない箱で売られていた。これらの保護箱は、普通購入後も捨てられることはなく、管を保管するために使用されていた。吹奏楽団を率いるジョン・フィリップス・スーザは、音楽が筒に入れて売られる様子を卑下して、缶詰音楽と呼んだ。ただしこの表現は、 マーク・トウェインの表現を借用したものであった。いずれにしても、スーザの楽団も廊下に演奏を吹き込んで利益を得ることはやめられなかった。最初期の廊下ボックスは、外装が茶色い紙の地のままであり、会社名のゴム印がされていることもあった。1890年代後半になると、ボックスの外側に一律なデザインの印刷されたラベルを貼るのが普通になった。ラベルには、 鉛筆でカタログ番号が書かれることもあったが、それ以外に録音内容を押し量る情報はなかった。ボックスの中には、浪漢と共にタイトルと演奏者を記載した紙編が入れられていた。はじめのうち、スリップの文字は1枚ごとに手書きかタイプライターで書かれていたが、食事コストを賄えるほど浪漢の販売量が増えてくると印刷されたものが一般的になった。 同館の録音内容にも通常冒頭にタイトルと演奏者、そしてレコード会社名を口頭で読み上げたものが収録されていた。1903年にエジソンレコーズが生産した典型的なレコードスリップでは情報が印刷された部分を切り取ってボックスの蓋に貼り付けるよう書かれていた。もしくはスリップを丸く切り取って特製の収納ケースやキャビネットの中の その老下レコードを指しておく棒の先端に貼り付けることもできた。しかし、廊下を買ったものの中で、そのような収納ユニットを購入するのは少数派であった。少し経つと、レコード番号が蓋に刻印されるようになり、さらに後には、タイトルとアーティスト情報が印刷されたラベルも、工場の段階で蓋に取り付けられた。20世紀が始まって間もなく、簡略化された情報が、 管の一端の円に刻印もしくは印刷されるようになった。1900年、トーマス・ビー・ランバートは初期の硬質プラスチックであるセルロイド製の管を大量生産するプロセスの特許を得た。フランスのアンリ・リオレは1893年にすでにセルロイド管を製造していたが、それらは型から生産されるのではなく、個々に録音されていた。同年、シカゴのランバート社は、 セルロイド製、シリンダーレコードの販売を開始した。それは落としても破損することがなく、摩耗することなく何千回も再生することができたが、初期に管の色として明るいピンクを選んだのは、間違いなく、マーケティングミスであった。色は1903年に黒に変更されたが、茶色や青のものも生産された。着色が行われたのは着色剤によって、 表面雑音が減少したためだと言われている。ワックスと異なり、弾力のない硬質のセルロイドは表面を削って録音し直すことはできなかったが、半永久的に使用できる利点があった。ありがとうございます。